瀬戸康史の動画。どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。はい、今日私はですね、非常に清々しい気持ちでございます。なぜかと申しますと、私株を全部売りました。8月の6日火曜日9時53分でございます。なんだろう、こんなに気持ちがすがすがしくなるもんなの？気持ちが軽くなった。お前向いてなかったのかなっていうね、気持ちがすごく軽くなったんだよね。なんかこう、なんだろう、何かこうずっとモヤモヤしてるというか、常にやっぱ気になってて、なんかずっと引っかかってたんだろうね。もうゼロにしましたから、すごく心晴れやかになりました。はい、金額を言っておきましょう。昨日の時点ではですね、1381万2300円が、1369万7400円ということで、マイナス11万4900円と、マイナス11万円ね、だいたい11万5000円ぐらい、損が出てたと言ったんですけれども、すごいよ、今日1日、昨日の今日ですよ、昨日はマイナス11万4900円でした。で、今日どうなったかというと、私全部売って1381万2300円が1318万8100円でございます。マイナス62万4200円ということで、昨日から比べると50万円以上落ちてしまいました。でもね、やっぱ損切りっていうのは損を切るわけだから、損切りすれば損はゼロなんだよね。そうでしょ、だってね、だカロリーゼロ理論に近いけど、だ損切りすれば損ゼロなのよ。だからまた新たに出発できるのよ、そういうことなの。だから俺、ヤフーファイナンスっていうやつでポートフォリオ、自分のその何の銘柄を持ってるかっていうのをポートフォリオって言うんだけど、それをこう自分のセットを作ってたんだけど、もうそれ全部消しました。だってね、今から見たらさ、62万4200円損したのに、だからまたちょっと上がっちゃうかもしれないじゃん。それ見ないようにしないとダメだから、もう全部消しました。だ、見るんだったら1個ずつの銘柄で見ていけばいいだけだから。ということで、俺はもう今ゼロになったから、こっからこのマイナス62万を取り返せばいいわけですよね。取り返せばいいわけですよね。ね、だそれをやればいいわけだから、今落ちてますよ、落ちてますよ、めちゃめちゃ落ちてますよ。で、俺もしかしたら今日そこかもしんない。で、明日になったらまた日経平均が上がってね、全部株上がって、あ、瀬戸さん最悪のタイミングで売りましたねみたいな感じになっちゃうかもしんないけど、まあいいのよそれは。まただから上がる株探せばいいんでしょ。ということで、一旦ゼロにすることによって、こんなにマイナス60万損が出てるにもかかわらず、こんなに清々しい気持ちになるんです。しかも東京も今晴れてますからね、こんなに清々しい気持ちになるなんてっていうね、なんか軽くなりましたね、心がね。これで株のことを気にせずね、自分の好きなことできるわみたいな。まあこれでね、僕は資産運用やめるわけではもちろんないですよ。やめるわけではないですけれども、一回勉強してね、ちょっとまた新たに自分のこう、なんつうのかな、こう一回撤退するって感じかな、ちょっと一回出直させてくれみたいな。で、いろいろこう今までの反省したことを踏まえて、自分でもね、教訓書いてるもん。失敗した、ああこれミスったなって思ったら、自分のエヴァノートにね、教訓みたいなノート作って、こういうことこうだ、例えばね、ちょっとそういうの言うなよ。だから恥ずかしいからちょっと言わないけど、まあ結局当たり前のことにはなるんだけどね、自分でこうちゃんと覚えておけるように教訓みたいなことにしてちょっと書いてます。まあ一つ後悔があるとしたら、やっぱり昨日の動画撮ってる時に、いや全部売ろうか、それとも全部キープしようか迷ってんだよねみたいな、ツイッターでつぶやいちゃったりとか、それをどうしたらいいかなみたいな、まあ、そういうのはね、もうだから迷ったらね、すぐ売った方がいいのよっていう気持ちにはなった。でもこれも人それぞれ意見ありますよ。僕の中では今改めて振り返ってみるとよ、売るんだったら昨日だったよね。だから1日で50万減っちゃったんだ。でもそれも後付けだよね。だって明日になって爆上げするかもしれないじゃん。そしたら、ああ売るべきじゃなかったってなるから、そしたらまた教訓一つ増えるから。そう、俺失敗するために教訓どんどん増えてくから、教訓ぐちゃぐちゃじゃん、俺の教訓ぐちゃぐちゃじゃんみたいな、相反する教訓が2つあるっていうね。いやでもちょっとね、すっきりしました。これはだから皆さんに全員に言えることではないですよ。人それぞれ自分の道がありますから、これは俺の株道なんですよ、ね、まだ始まったばかりの株道の一つの失敗というかね、一つの転換点ですよ。瀬戸康史の動画。
今僕が考えてることをちょっと整理するとですね、まず、なんでこんなすがすがしい気持ちになったかというと、今まで僕12銘柄持ってたんだけど、ちょっと片手間でやるには12銘柄ちょっと多かったかなっていう感じがします。はい、なのでもうちょっと減らしてコンパクトにして見やすくで、売ろうと思ったらすぐ売れるよね。12銘柄あると売るのも大変なんだよ、ね、1個ずつ売んなきゃいけないから、それも大変になっちゃうから、ちょっと銘柄がちょっと12は俺にとってはちょっと多いと感じたということ、あとはですね、今回なんでこんな下がってるかっていうと、やっぱりそのトランプさんね、アメリカ対中国で、中国がなんかその通貨、俺もそれ勉強しなきゃいけないんだけど、通貨安を、元安をなんか国が認めるみたいな、で元を下げてるんだよね今。でなんで下げてるかっていうと、トランプさんが関税をかけたわけよ中国にね。そうするとその中国はアメリカに輸出しづらくなるわけよ、商品は関税がかかるからね。だからそれをどうにかするために元を下げる、元高、じゃあ元安ドル高ってことだね。そうすると中国は、だからその通貨だけで見ると中国は輸出しやすくなるってことだね、元安だから。逆にアメリカは中国に輸出しづらくなるってことだね。だから円高と一緒だよね、日本が今円高で輸出企業が打撃を受けてるわけでしょ。だからアメリカと中国で言うとドル高元安だから、だからドルが高い、アメリカの方が輸出しづらくなるっていう。だから中国としてはその元を安くする、誘導していくことによって、輸出しやすくしていく、アメリカに打撃を与えていくっていう、そういう戦いが、始まったっていう。それでさらに今日落ちてるんだよね。でしかもこれからも何が起こるか分かりませんから、トランプさんももう怒ってるし、中国も怒ってるしみたいな、そういうバトルが始まると、もうだからもう世界経済が下がるわけで、僕が今何言いたかったかというと、世界の経済に影響を受ける株っていうのがあるんですよ。俺もうこのマネーの株に習ったから、その世界経済の影響を受けやすい株っていうのがあるわけですよ。その海外の人がたくさん買ってる株とかね。でそういう銘柄を、ちょっと多く持ちすぎてたなと。だからそういう世界経済がどうなろうと、影響を受けない、そういう株をちゃんと探して持つべきだなと思いました。そうしないと、今回みたいにね、世界の経済が怪しくなった時に全部自分のやつが打撃を受けて、俺ほんと全部落ちるから、まあそんなとこですかね。はい、ということでね、今すごい清々しい気持ち、損切りをして、俺も損ゼロになったから、もうゼロからの出発になったから、次何の株買おうかな次何買ってやろうかな、今下がってるから、これから大きく伸びるやつ何なんだろうっていう探すのが楽しくなっちゃったっていう。おっしゃ624,200円取り返しやんぜみたいな、そういう気持ちになってますよ。ほっといても別に落ちることないし、でもゼロの状態ってすごいいいよね、ということで、今日僕が売った株の株価はなるべく見ないようにして、数日間ね、ここから過ごしていきたいと思います。いやでもね、すごく恐れてるのが、今8月の6日火曜日の10時7分なんだけど、明日明後日ね、今週末にかけて、日経平均、向こうのダウ平均、世界の経済、復活しちゃったらちょっと本当にまた気分悪くなってくるんで、そこだけって言うと、なんか悪いまま行けっていうわけじゃないけど、瀬戸さんは一番株価がそこの時に売りましたよねみたいな感じで言われることになるのか、まあ、なったらなったりまたネタにしますよ。はい、ということで、最近ちょっと株動画ばっかりになっちゃってるのは、やっぱそのニュースというか、その値動きが激しくてドラマティックになってるから、ちょっとついついね、株のことで語りたくなってしまってるんですけど、まあでも俺の語りたいことは語るチャンネルだから、まあ面白い動画みたいなのもね、今後ちゃんと出していくつもりではありますので、もうしばらく、気長にお待ちくださいということで、以上、それでございました。またお会いしましょう。じゃあ。